失敗したってクビになるだけで借金が残るわけでも何でもないんだからやっぱりそういう形でこうアップサイドを目指していくっていうかリスクを取る人がリスクを取らない人たちからこうとまあ利益の移転を受けるっていうようなそういう仕組みになってるんだなっていうようなことが改めて分かってですねやっぱり堀江さん的なライフスタイルっていうかまあどんどんまあ会社作っていくんだっていう。 あのそ,それが一番いいあのこう稼ぎ方だよ。<laughs> まあ、ああ言ってみればこう、まあ、広い意味ではね運用とか投資であるかもしれないっていうことがこの,この年になってがんにまでなってから分かって、まあ、あんまり生かしようがないんだけれどもまああの有酸階級になりたいですけどでもやっぱ失敗のリスク怖いんですよね。え面白いね。 えみんなそうだと思いますよ <laughs> いやだからなんでみんなそうなのかが理解できないんだよね<え>ただやっぱり今リスタートができるし借金とかなんかこう余計なものがこうなければもう一回やればいいだけだからいっぱい借金して不動産投資しちゃってでサラリーマンでも大家さんとかって言ってるあ,あれが危なくて人的資本って言いますけどまあ 自分を使っっってててていいいいいくくうううう投資していくっていうのがどうもいいんだろうなってリスクを取る側になってリスクを取ってこうとあのなんかリスク取りたくない人たちから利益を吸い上げる仕組みっていうのがこう資本でありそこに参加するのが株式だからさ、まあ、そういうあのものをこう上手に使っていくのがいいんだろうなと。 堀江さんを見習う,という意味ですすよろししくお願いまでもさなかなかやんないですよね面白いことにこれだけね言ってる割には意外と本当にいないですねリスクと面白いことがやりたいとか言いながら、うん、面白いことが何も思いつかなかったりするのが結構現実だったりするからい<や>か面白いことを思いつかないんではない理論なんですよ僕 面白いことは思いついてるんですけどちょっと大それたことすぎて自分にはできないと思って言うことすすらしないんですよねでそ,うそういうことをこう自己規制してるうちに面白いこと考える能力自体が縮小するじゃないですか、うん、ああだからあっという間に50代ですよ。俺もう50歳だと思ってこれだけわーってこういろんなことやってても50代もう50歳だ俺ちょっとやっぱ人生無駄にしてるわって思ってますからね。 それでも。焦った方がいいですよ、もっと。二十三歳でしょう。二十三ですよ。絶対焦った方がいいですよ。これ、癌、投資、それらの情報の集め方も、山崎さんは似ているというふうに。おっしゃっています。実質的には。小さいデータなんだけれども。小さいデータで判断しよう。あるいは小さいデータに影響される。っていうことが。投資でも、癌でも、すごく。あるんですよ。投資でも、なんか、こう。 送り人とかって言って、こう、稼いでる人の話聞いて、これ真似するとうまくいくんじゃないか。短い期間ある人が、まあ、統計でいうサンプルの N イコール1ですよね。成功しただけの話だし。で、こう、やっぱり癌の場合でも、自分の、こう、あの、余っていうか予想を正確にこう、導き出したいと思った時に、 客観的なエビデンスがあって、例えば標準治療これぐらいだと、えー、大体5年生存率が30%とか、やっぱりそういうデータをこう持ってきて判断しなきゃいけないんだけれども、一つには書籍とかなんかでも情報が溢れてますよね。こんな風にやったら治った。 ステージ4のがんが消えてピンピンしてますみたいななんかそれが結構楽そうな方法だったりなんかお温泉使ってあの30種類の食べ物を食べてたら治りましたみたいな話だったりするから <laughs>、うん、でもそれってこう心が動くわけですよね、うん、じゃあでもあ自分が専門家じゃないんだから誰をどう使うかっていうことを考えるとまあファイナンシャルプランナーの使い方みたいなことに少し似てくるんだけれども 自分と直接の利害がない。自分に商売をしてくれる人とか、そういう直接の利害のない専門家で、で、複数の専門家の意見を聞く。で、まあ、やっぱり一人の専門家だと間違ってたりすることがあるから、あの情報源をセレクトしないと、情報型で押しつぶされそうになるっていうか、あの情報のこう選択の方法っていうのは、 かなり意識的に考えなきゃいけないな。人を信じちゃいけない。特に投資の世界では信じちゃいけない。金融マンなんか信じちゃいけないし、山崎さんの言うことも信じちゃいけないとは言うんだけれども、<laughs> 最終的には何かを信じる。でもそれ確率の高いものを信じた方がいいから、例えば複数の専門家をある程度セレクトしておいて、その中でこう情,情報を、こう、あの、 ろ過するってそういうふうにしないとガンってもうたくさんの人がガンになるからなんか情報にこう負けちゃいそうになるっていうかなそれでも投資も結構そうなんですよねからまあ日経平均はこれからどうなると思いますかとか言われたらまあ商売だからあのこうでこうでこうなって FRB がこうしたらこうなると思いますよみたいなことを言うけど それってあの商売だから言ってるしその話の中に面白いことがあればいいなと思って言ってるけど予測としては何の意味もないですもんねだからあの私の言うことを信じないでくださいっていうそれに近いがん <laughs> 保険は解約しますかがん保険ちょっとまずお母さんがやってると思うので母にちょっと、はい、<laughs> あの今すぐ解約してあお父さんも解約しておばあちゃんも解約してって言っときます堀さん 最後にいかがですか。頑張ってください。ありがとうございます。僕も何かいい情報があったら言います。うんうん、あ、そのためにね、あの予防医療普及協会とかもやってるんで。うん、お医者さんのネットワークだけはかなりあるんですよ。うん、これ大事ですよ。すごい助けられてますもん。うん、その医者の情報に。うんうん、僕はあの三年ぐらい前にサイヘルニアンつって、まあ腸がへそから出てくるっていう。 状況になったたんですけどそれれ予言されてましたからね医者からあのちょっとでべそ気味になってたんで「これ超出てるかもしんないよ」って「CT の画像を見せて」って言われて、うん、でその専門医に診てもらったら「うんあの腹腔内からその脂肪がね出てきてますよと」と、うん、でも CT 見たら一発で分かって「これは手術した方がいいですね」って言われて、うん、でも痛くないから手術しないですよね。 でもこれある日突然腸がが出てくること,があるとお腹かに何か圧力かかった時に出るかもしれないったら本当にスノーボードしてた時に出ちゃってポンってポンってもちろん皮膚があるんで皮膚があるんで腸がそのままビヨーンって出るわけじゃないんですよ <laughs> ゾンビみたいに腸が皮膚の下に出てくるんですよで戻るんですよで戻りきれなくて、うん、こうかキュッてしまっちゃうんですよ こ,こ,この腸がこうやってキュッてしまって寒東状態っていう言うんですけどああそうなったらもう激痛なんですよ。でこれほっとくと腸が死んでで腸の中身が腹膜内に出て腹膜炎になるんですよ。そうするると命に関わる、ええ、でも僕聞いてたんでこれはもしかしてあれかもと思ってスノーボードやってたんで服こうパーッて脱いでたら真っ黒になって。 あこれれれはあの言わててたあれだと思ってあの即救急車で病院に行って、ええ、そしたら先生が「ああ CT 取りますね」って言われて CT 取ったらそうなってたんででもまだ,まだ死んでないんで「大丈夫です」って言われてポンって入れてもらって「はい、123ポン」っつって元に戻しされましたそしたら痛みがすぐなくなって、えええ「でもこれってまた出てくるんですよねそうですね」って言われて。<laughs> 手術していきますかって言われてしました。でもそうやって医者にそうやって聞いてるんで、これ大事ですよ。医者に聞いてると致命傷になってしまうような病気にならずに済む。